おはようございます、なおじいです。今日はね、やらかしました。史上最大のやらかしと言ってもいいと思います。今日はですね、4月16日土曜日ということで、 AJKO のオレンジ色のやつが発売になるということで、抽選に参加しようと今原宿に来たんですけども、このカメラね、カメラいつも SD カードで撮るんですけど、前回動画撮ってパソコンに SD カード差しっぱなしのままね、 SD カードを忘れてくるという大失態を犯しまして、やばいどうしようと途方に暮れていて、今日はね、携帯あるんで最悪もう携帯だけで撮ろうかと思ったんですけど、ソフトバンクショップ、ナイキ原宿の近くにあるんですけど、たまたま通りかかったらお店が開いてて、スタッフの方にね、どうされましたみたいなこと言われて、多分僕が相当挙動不審になってたと思うんですよ。それでソフトバンクショップの人に SD カードって売ってませんかねって聞いたら、 ありますよって言われて、ソフトバンクの純正なんでちょっと高いんですけどね、もうそこはしょうがないということで SD カードを買ってね、なんとか間に合いそうということで、今10時20分ですね。10時半集合なんで、あと10分なんで、どっちに行くかもまだ決めてないんですけど、多分東京23かなと思ってます。なのでもう朝からね、無駄に4000円ぐらい出費してしまって、いや相当へこんでますけどね、とりあえず抽選に行きましょう。で、今日の AJKO ですけど、多分ですよ、僕の予想ですけど、人気はねそんなにないんじゃないかなと思ってます。なので抽選と言いながらもね、多分そんなに人も並ばないと思うので、いけるんじゃないかなと思ってますけど、どうなるかはわからないと。で、あとスニーカーズが今日発売じゃないんですよね。4月の28日ということで、今日はスニーカーズの発売はないということで、店舗抽選だけですね。なので今日は店舗抽選いきますけど、もし万が一ダメでもスニーカーズまだ4月の28日で残ってるんで、今日はねプレネで買うことはしないで、外れたらそのまま帰るといった形でいきたいと思います。で、今東京23の前ですけど、3、4人っすね。全然だね。ちらっとだけお見せしておきます。どうしようかな、ちょっとアトモスの様子も見て、東京23は全然少ないんで、今んとこ東京23でいいかなと思うんですけど、一応ちょっとアトモスも見ましょう。多分今までで最悪ですよ。一番超バタバタしてますもん。今日割と涼しいんですけどね、結構汗だくになってますよ。やっぱりね、出かける前はもろもろ確認しないとダメですね。完全に電源入れた時の衝撃はないですよ。ショックですもん、かなりの。今日はね、アトモスはダンクもあるんで、そっちアトモスの方が多いんじゃないかなと思いますが、やっぱりね、アトモスの方が多いね。2、4、6、2、30人ってとこかな。アトモスは多分ね、1列で並んでて、まだ整列してないですけど、ローソン過ぎて歩道橋渡ったところまで行ってるんで、それなりかな。これは東京23ですね。よし、並ぼう。多分ダンクのね、なんだ、赤いダンクかがあるんで、多分その分も人がいるんでしょうね。で、東京23はジョーダンの KO と、あとウィメンズだったっけ、ローが出るんで、僕はねダンクは関係ないんで、じゃあ東京23並びましょう。で、今日ドレスコードはね、アトモスはエアジョーダン1だったかな。で、東京23はなしですね。なので超ゆるゆる、多分普通に買えるでしょう。これ買えなかったら結構ビビるんだけどっていうレベルですね。じゃあ並んでいきたいと思います。東京23は5人ぐらいですね。はい、全然余裕です。どうしようかな、もう並んじゃうか。並びましょう。もうバタバタしてるんで、慌ててもあと3分しかないじゃん。27分ですね。並びます。5番です。これは余裕だね。今店舗のストックがドアが開いてて丸見えなんですけど、相当数ありますよ。このくらいあるかな、多分ね40足ぐらいあります、ストックを見る限り。6番。はい、今日やばい、マジで今日なんか呪われてますよ。今日抽選ね、6人並んで6番で、買えますよって状況だったんですけど、急にお腹痛くなっちゃって、6番の整理券をね返して、で、店員さんにね、多分一般でも買えますよって言われて、11時までにまた並んでくださいって言われたんで、一般狙いで行こうと思います。いやー疲れた。まだ誰も並んでない。多分一般で買えるでしょう、店員さんもそう言ってたんで。もう SD カード忘れるし、払いたくなるし、抽選受けたのに6人中6番って最悪なんですけどね。ただ店員さんからも
あ、皆さん多分買えると思うんでみたいな、だから一応順番だけ決めますみたいなね、簡単な緩い抽選だったんで、まあ何番でもいいんですけど、10時58分ですけど誰も並んでない、僕一人です。まあ多分普通に買えるでしょう。まだねかなりいっぱいあると思いますよ。いやもうなんか疲れちゃったよ今日、何にもしてないのに疲れました。じゃあ買ってね、さっさと今日は帰りたいと思います。じゃあもうちょっと頑張ります。はい、ということで一般の方で無事に買ってきました。何にもしてねえのにすげえ疲れた。いやまあ無事に買えましたよ、余裕で。抽選必要なかったっすね。まだかなり余ってますよ。まあやっぱりカラーリングとね KO というだけで、まあやっぱり人気はねなかなか難しいというところだと思いますね。まあ僕はね全然いいと思いますよ、まあ、だから買ってるんですけどね。はい、ということでね、無事にスニーカーも買えたので、今日はもう疲れたのでさっさと帰ろうと思いますが、いや今日ねすげえ心配なんですよね。この動画撮ってる画質音声とかね全く設定何もいじらず慌てて SD カードぶち込んで撮影始めちゃったんで、ちゃんと撮れてんかな、何なんだろう。今日ね早くちゃんと来たんですよ、来たんだけどねダメだね。いや本当はね今日いつもより時間遅いじゃないですか。でも11時過ぎてるんでお店も結構開いてるんで、ちょっとね買い物でもしようかなと思ったんですけど、もうちょっと疲れたんで帰ります。今日のまとめですけど、東京23はジョーダンだけなので全然並びなかったし、数もね相当あったと思います。アトモスの方はダンクもあったんで、まあかなり人並んでましたよね。数もそれなりかなってとこで、うん、まあ KO はねアトモスどのくらいあったのかは知りませんけど、ダンク欲しい方は今日はアトモスで、まあ KO はほとんどいなかったっていうとこですね。はい、それがまあ簡単なまとめでございます。まあとにかくねいろいろありましたけど無事に買えたんで良かったということにしておきましょう。いや次はちゃんとメモリーカード忘れないようにしないとね。あとはちゃんと撮影ができてることを祈って、いや今日はね多分動画どうだろうね、中身的にも尺的にもかなりグダグダ感がすごいかもしれませんが、はい、グズグズ言ってもしょうがないので終わりましょう。ということで、今日は多分これ土曜日のうちに動画出せてると思いますけど、明日はねちょっとスニーカーレビューの方出したいと思いますので、そちらも頑張ってね編集して出したいと思います。ぜひ見てください。はい、ということで本日の動画は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。ではまた。